はい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 、激アツですよ皆さん、激アツ激アツ。いやー、広島に3立て、いやー、うまくいっても2勝1敗、まあ1勝2敗っていうところがまあ妥当かなというふうに思っておりましたけども、なんとここに来て松田で天敵の広島に3連勝。これはもう あんまり言わない方がいいですかね。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください、よろしくお願いいたします。はいはい、今日はですね、先ほど終わりましたカープ対ジャイアンツの試合解説の方をやっていきたいなというふうに思っております。はい、非常に気持ちいいです。僕はね、今すごくいい気持ちでございます。はい、まあ3連勝できるとはね、正直思ってなかったんですけども、もうここに来てね、松田で、広島に3連勝できたっていうところはもうフラグが立ってるんちゃうかなともいうふうに思いますし、もう優勝ちゃうかって、これで優勝できんかったら逆にいつ優勝できんのっていう感じはね、正直してるんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、じゃあちょっとね、本題に入っていく前にちょっとだけね、皆さんにね、告知させてください、あの宣伝させてください。僕ですね、僕小山翔平ベースボールチャンネルはですね、今年中2024年中にですね、チャンネル登録者数5万人500人違うよ。5万人をね、目指しておりますので、本当に、まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をポチッとね、押してほしいなというふうに思ってますし、高評価ボタンもよろしくお願いします。達成、チャンネル登録者数5万人を達成した暁にはですね、本当にジャイアンツの選手に、マジでインタビューというかね、対談、このチャンネルに出てもらいたいというふうに、出てもらうというふうに思ってますんで、マジでね、皆さんチャンネル登録してない方いらっしゃいましたので、ぜひね、ポチッと押してください。僕、毎日ね、2本更新してますんで、絶対ね、皆さんに損させませんし、逆にね、こんだけわかりやすく解説してるの僕だけだと思うんで、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあですね、本題に入っていきます。今日のね、動画の内容なんですけども、まず得点シーン振り返っていきまして、その後に打順の変更点、スタメンの変更点見ていきまして、で、それで3番目はですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたよとか、ここだ、例えばね、今日だったら、ここの連続三振なんで取れたのとか、ここがポイントでしたねみたいなところをですね、できるだけ分かりやすくね、面白いかどうか分かんないけども、できるだけ飽きさせないようにね、野球の楽しさなんかもね、皆さんに知ってもらいたいなというふうに思ってますんで、ぜひね、最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、まず得点シーン振り返っていきたいと思います。僕の胸あたりにですね、画像を出しながら、ちょっとね、得点シーンを振り返っていきたいと思います。はい。まず今日はですね、5対0でジャイアンツが勝利をいたしました。よいしょ、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 というところで、まあ非常に、ナイスゲームだったと思います。序盤にね、先に点を取れたっていうところが、まあ非常に、今日の試合の中でね、大きかったと思います。はい、得点シーン振り返っていきますと、まず3回表にですね、ノーアウト2塁から、門脇選手がセーフティーバントを試みて、床田投手がね、まあちょっと一塁に暴投投げてしまってというところで、まあワンヒットワンエラーというところで1点入りました。で、2アウト3塁からですね、坂本選手のライト前、はい、非常に状態いいと思います。状態上がってきたと思います。このカードですかね、3試合連続マルチ安打なんで非常に状態上がってきてると思います、坂本選手ね。はい、で2アウト1、2塁から岡本選手のセンター前もありまして、この回一挙3点取るんですね、素晴らしいと思います。はい。で、そこからずっとゼロ続いていきまして、9回もですね、今日スタメンを外れてた丸選手なんですけども、2アウト1塁からホームランというところで、まあダメ押しというところでね、2点入りまして、最後大勢投手がね、買いまたぎで締めてくれまして、まあ5対0というところで、勝利をいたしました。はい。じゃあですね、次はですね、スタメンの変更で見ていきたいと思うんで、僕の顔あたりにですね、大きい画像を出しながら、両チームのね、スタメンの変更点を見ていきたいと思います。はい、まずホーム側のカープから見ていきたいと思うんですけども、カープ結構非常にスタメンの変更点ありました。はい、昨日、3番に入ってた小園選手が今日は4番に入っております。で、昨日4番だった堂林選手が今日は6番。で、坂倉選手が今日はキャッチャーで出場しております。昨日はファーストでした。
で、末金選手が今日は、7番に入っておりまして、昨日は6番でした。7番に入っておりまして、で、昨日、7番だった、菊池選手が今日は8番。で、キャッチャーの石原選手に代わって今日は坂倉選手がね、キャッチャーで出ております。で、ピッチャーはアドゥア投手から今日は床田投手というところで、まあ、広島からしたらね、3連敗許されないというところなんで、絶対ね、勝ちたいというふうに思ってる、試合だったんじゃないかなというふうに思います。で、対するジャイアンツですけども、ジャイアンツもね、少しね、今日は変わった変更点がありました。いつもね、ずっと不動の1番だった丸選手が今日は、スタメン外れておりまして、オコエ選手がね、センターで出ております。16打席かな、15打席かなんか、ノーヒット、だったので、最近ね。まあそういったところもあって、まあオコエ選手が出てたんじゃないかなっていうふうに思います。で、昨日6番に入ってた門脇選手が今日は8番に入っておりまして、で、昨日キャッチャーだった岸田選手に代わって今日は大城さんがキャッチャーに入っております。で、ピッチャーはグリフィンから戸郷投手というところで、まあジャイアンツからしたら、まあこの3連戦、3連勝できたらめちゃくちゃでかいというところで、なんとしてもね、勝ちたいというふうに思ってるんじゃないかなと。まあ首位攻防戦なんでね、そういったところで、バチバチのね、勝負を今日は期待しておりました。まあロースコアになるかなとは思っておりました。はい、じゃあですね、こっからですね、僕が気になったところであったりとか、今日ここがポイントでしたよとか、ここ絶対覚えておいてくださいみたいなところをですね、できるだけ分かりやすくね、伝えていきたいというふうに思いますんで、こっから見てくださいね。こっから見てくださいね。マジこっから大事だからね。OK? じゃあ行きます。はい、まずね、僕が気になったところというかね、非常に大きかったなというふうな思ったのは、まず2回裏ですね。2回裏の、ノーアウト1、2塁での末金選手の、まあ、6、4、3、ショートゴロゲッツーのダブルプレーなんですが、まあ、ここね、先頭の坂倉選手に、まあ、内野安打打たれて、ノーアウト1塁から堂林選手をフォアボール出したんですね。で、末金選手、まあ、巨人ファンだったらね、まあ、覚えてるというかね、いつも打たれてるなって印象はあると思うんですが、そのバッターに対して、まあ、フォークを中心にね、行って、で、それをゲッツーに取れたっていうのはマジででかかったと思います。はい。これで、先に点取られてたりとかしたら、今日もしかしたら負けてたかなっていうふうに思うんですが、ここでしっかり、まあ、末金選手の状態も、まあ、落ちてきてるっていうのもあると思うんですけども、そこをしっかり抑えれた。それにゲッツーという最高の結果で抑えれたっていうのが非常に良かったと思います。はい。で、ツーアウト三塁になりまして、菊池選手を敬遠して、で、ピッチャーの床田投手と勝負を選択しますと。ただ、床田投手ね、バッティングめちゃくちゃいいんですよ。バッティングめちゃくちゃ良くて、で、それで、これね、面白いのがもう、ピッチャーに対する配球じゃないんですね。はい。フォークをファール、フォークをボール、で、ストレートファール、ストレートファール、で、フォークをボール、で、最後、フォークをピッチャーライナーっていうところで、床田投手、やっぱりね、ピッチングもそうですし、フィールディングなんか見ててもすごく上手いので、そういったところで野球センスが非常にある選手だなっていうふうに思いました。よくね、ここはね、まあ、抑えたのは当たり前かもしれないけども、これはね、本当にね、マジで大きかったと思います。これで、末金選手ゲッツー取ってんのに、床田にタイムリー打たれましたってなってくると、また話変わってくるんで、うん、だからそこはね、非常に良かったと思います。はい。で、3回表見ていきます。これ、この回ね、ジャイアンツが点取る回なんですが、もうここね、先頭のやっぱ浅野選手が、これレフトへの2塁打打ったっていうのが非常に大きくて、インサイドのね、ボールをね、ストレートをカチコーンって運べたのが良かったと思います。で、ここですよね、ノーアウト2塁で、2ボールから門脇選手がセーフティーバントを試みますと。で、床田投手は一瞬、サード投げようかなと思ったんですけども、サードが前に来てたんで、投げれないってなって、で、振り向いてファーストに投げたんですけども、その送球が高くなって、まあ、ワンヒットワンエラーというところで1点入ると。まあ、こういうミスで点が入るときっていうのは、まあ、広島からしたら流れが悪い感じはするので、で、この1点だけで終わってたら、ちょっと、あれかなっていう感じはあったんですが、その後に、戸郷投手がしっかりノーアウト2塁からバント決めて、で、ワンアウト3塁で、オコエ選手の空振り三振、これちょっと痛かったんですよね。まあ、配球なんかを見てても、インサイドのストレートとパームボールっていうところで、完璧に三振狙いに来たなっていう配球だったんでね。ここは、なんとかね、バットに当てて、犠牲フライとかね、打ってほしかったですけども、まあ、ここはね、ちょっと相手が1枚上手だったかなっていう感じがしました。ただ、この2アウト3塁から、この坂本選手のこれ、セカンドへの内野安打、これがね、めちゃくちゃ効いてるというかね、先ほど言ったように、このエラーの1点だけだったら、ちょっとね、もっと取れたなっていう感じはあるんですが、ここで坂本選手がしっかりタイムリー打てたっていうのはめちゃくちゃでかかったと思います。はい。で、2アウト1塁で吉川選手フォアボールでしょ？このフォアボールがちょっと余計だったなっていう感じはしますよね。で、
で、2アウト1、2塁で、岡本選手のこれセンター前ヒット。これもね、ツーシーム、低めの5球目のツーシームのボール球なんですよ。で、バットのヘタ、先端で打ったような打球ね。これは、解説の工藤さんもおっしゃってましたけども、これは打った方が上やなっていう。うん、これで、これをヒットに持っていかれるのは、ピッチャーとしたらもう仕方ないというかね。うん、まあ、もうしゃあないなっていう感じだと思います。で、まあ、この回3点取れたっていうのはめちゃくちゃ大きかったと思いますね。はい。エラーにつけ込んでっていうところでね。はい。で、4回裏はちょっとね、僕、良かったなと思ったプレーありまして、これね、先頭の小園選手がめちゃくちゃ粘ってたんですよ。で、これね、まあ、末金選手先ほど、まあ、ゲッツー取ったりとか、まあ、堂林選手に昨日2打点とかされてるんで、この小園選手をもし塁にね、先頭バッター出してしまうと、めんどくさいこと起きるんですよ、多分ね。だけども、ここを粘られたんだけども、しっかり空振り三振取れた先頭バッターの小園選手をね、っていうところはめちゃくちゃ良かったと思います。戸郷さすがやなと思いました。はい。でですね、6回表見て、6回裏見ていきましょうか。この回も、まあ非常に、大事だったというかね、まあしっかり抑えれたっていう場面なんですが、ここすごかったですね、戸郷がね。はい。先頭のこれ矢野選手に、まあセカンドへの内野安打打たれますと。で、ちょっと吉川選手のね、体勢もちょっと悪く、ちょっと足を滑らしたというか、ね、ちょっとこう、体勢悪くなって、一塁の送球が弱くなって、まあ内野安打になってしまうと。で、ノーアウト一塁で野間選手を、レフトフライ。で、ここですよね。ワンアウト一塁で小園選手にこれライト前ヒット打たれるんですけど、もうこのね、選手はね、この右打ち刺したら天下一品やなっていうところは昨日からずっとありまして、で、浅野選手がちょっとファンブルしてしまって、一三塁作られるんですね。で、ここで坂倉選手をフォアボール出してしまって、これワンアウト満塁という絶対絶命のピンチなんですよ。うん。で、ここで、まあ最高の結果はまあゲッツーとか三振とかっていう内野フライとかだと思うんですが、そこで堂林選手を空振り三振取れたっていうのめちゃくちゃでかかったですね。はい、ここももうフォークとストレートというコンビネーションでね、もう最後、フォークボールで三振取ったわけですけども、変化量えぐいね、うん、パワープロぐらいの変化量してるから、もうこれがね、コースも高さも含めて素晴らしいボールだったなと思います。で、ここちょっと次ね、配球チャート見ていきたいんですけど、これ2アウト満塁で、これ末金選手ね。で、先ほどまあゲッツー打ってるっていうのがあって、やっぱり積極的にバッター振ってくると思うんですね。うん、っていうところで、ここ見ていきたいんですが、まずフォーク、これね、さっき言っとくと、空振り三振取るんですけど、全部フォーク行くんですね。全部フォーク。はい。で、もしかしたら、末金選手、その落ちる系のボールに対して、全然打ててないっていう、多分、おそらくデータ出てると思うんですね。うん。ここ最近の末金選手の、に対しての配球見てると、ほとんど、昨日もそうでしたけど、ほとんど落ちるボールで、やってるんで、配球してるんで、ジャイアンツのバッテリー陣がね。多分、データで多分出てるんだと思いますね。で、これ、末金選手の三振ですけども、フォークボール、ボール、フォークボール、ボールで、これ、ツーボールになるんですね。で、バッター有利のカウント。で、ここでもう一丁フォーク行くんですよ。で、空振り。で、もう一丁4球目フォーク行って、ファール。で、ここで2エンド2になりますと。で、ここでバッター、もうそろそろまっすぐ来るんちゃうかって思ってるわけですよ。でも、ただ、フォークも消せないって思ってるわけですよ。で、ここでもう一丁フォーク行くんですね。で、いいとこ行ったんですけど、フォークボール見逃したんですよ。で、2-2 から、フォークボールいいとこ見逃して、ボールってなったら 3-2 になるじゃないですか。で、満塁でしょ、これ。で、ピッチャーフォアボール出したくないと思ってるから、これで、バッターの頭の中にストレートの比重が高まるんですね。さっき見逃したから、もうフォークないやろって思うわけですよ。で、ここで最後裏書いて、もう一丁フォークいって、全球フォークいって、で、それで空振り三振取るわけなんで、ここはね、これね、配球も素晴らしかったし、投げた、これ、戸郷投手もね、めちゃくちゃいいボール投げてました。これで、甘くいったりしたら、打たれてる可能性あるんですけど、そこをね、思い切って腕振って、高さもね、コースも非常に素晴らしいところに落とせたのが、今日はね、良かったと思います。はい。で、次ですね。まあ、今日の、まあ、岡本選手ですけども、この7回表も、まあ、2アウト1、2塁で、まあ、センターフライだったんですが、まあ、今日の打撃の感じ、ライトフライもそうでしたけども、あと紙一重なんですね。あとちょっとなんですね。打球の上がり方とか、打球の飛距離とかもそうですけども、あとちょっとのところだと思うんで、ここからもうちょっとね、少ししたら、状態上がってくるんちゃうかなっていう感じのね、打球は打ち始めてるんで、うん、まあ、アウトにはなってるんですけど、まあ、ヒットもありましたね。今日タイムリーもありましたし、非常にね、打撃の状態上がってくるんちゃうかなっていう兆しはね、すごく見てますと。出てますと。はい。で、これ8回表ね、素晴らしいプレーありました。僕が大好きな、広島の矢野選手なんですけども、これワンアウトからですね、大城さんがショートゴロ打ったんですけど、これね、矢野選手の守備ね、
これセンターに抜けるようなね、抜けそうな打球を取って一回転してファーストに投げてアウトするっていう、これはアクロバティックというかね、なかなかできんやろこのプレーっていうところで、非常にね、まあ敵チームではあるんですが、素晴らしいプレーだったなと思います。で、これ8回裏見ていきましょうか。これね、非常に、今季初の大勢か、買いまたぎっていうところなんですけど、これバルドナード行くんですよ、8回裏ね。で、坂倉選手に2アウトからヒット打たれて、で、2アウト1塁で堂林選手にフォアボール出すんですね。で、ここで、多分、安倍監督、昨日の試合で多分栗林選手がね、まあちょっとフォアボールが多くて、まあああいう9点取ったっていうところがあったんで、多分ね、ここで、多分、反面教師じゃないけども、昨日のゲームになってしまうっていう風に思ったんで、多分ここで大勢をね、投入したんですよ。初めて見ました、買いまたぎをね。買いまたぎというか、この回の途中で行くのもね。はい。で、まあ多分おそらく言ってたと思うんですね。まあ、あらかじめ大勢にこれあるよと。これ途中で行くこともあるから準備しといてくれよって多分言ってるから多分これちゃんとできるんですね。そこまでしっかりこうイメージしてというか、マネジメントできてる安倍監督っていうのは素晴らしいなと思います。で、結局これ2アウト1、2塁で、まあ、末金選手をピッチャーゴロ打ち取って、まあ、これね、ピンチを、脱出するというところで、非常に素晴らしい采配だったんじゃないかなと思います。で、9回表もですね、開またぎで、9回表でですね、これね、ピッチャー相手、大道投手出てきまして、で、先頭のね、これ、門脇選手がレフト前ヒット打って、で、ノーアウト1塁で湯浅がバント失敗。これは、まあ、サードの小園選手が、まあ、飛び込んでね、ファインプレーでした。で、ワンアウト1塁からオコエのバントも、これはファーストフライというところで、ちょっと嫌な空気に流れるじゃないですか。2連続バント失敗というところで。なんですけども、この2アウト1塁で丸選手のホームラン。これもね、坂本選手のダイソーに、ダイソーで出てきて、で、これで途中からのホームランというところで、どんな贅沢な使い方やねんっていうところはあるんですけども、それでね、嫌な雰囲気のところ、自分もヒット打ててないところをね、しっかり2ボールからね、まっすぐ1本で絞ってって、で、ちょっとアウトコースの球だったんですけども、それを右中間に持っていく。この丸さんの打撃技術っていうのは本当に素晴らしいなと思いました。で、最後9回裏ね、大勢が買いまたぎをして、まあ三者凡退で抑えたっていうところで、まあ非常にね、素晴らしい試合だったと思うし、やっぱりこう序盤にね、点を取れたっていうところは非常に良かったと思うし、まあ相手のエラーもありましたけども、そこにしっかり1点だけじゃなくて2点3点っていうところで、積み重ねていけた。で、最後にね、しっかりこう、まあ、ダメ押しという形で、丸選手もね、状態があまり良くない中、ホームランが打てたっていうところは、非常に、いいことしかないというかね、岡本選手もヒット出てる、で、坂本選手も状態上がってきた、で、丸選手もホームラン出てる、で、ピッチャーも非常にうまく抑えてる、これね、優勝するしかないでしょうってな感じでね、今日はすごく気分いいんで、こんな感じで終わっておきます。はい、最後にもう一回言っておきますけども、本当に今年中に5万人狙ってるんで、狙ってるというか、絶対行きたいと思ってるんで、本当に行った暁にはジャイアンツの選手ね、例えばですけども、優勝の瞬間どうでしたかとか、あの9点の試合、昨日の試合ね、ベンチの、中はどんな雰囲気でしたかとか、そういった質問も、できると思うんで、だから、本当にね、チャンネル登録してない方いたら、ポチッとチャンネル登録押してくれて、で、高評価ポチッと押してくれたら、本当に僕ね、本当に嬉しくて仕方がないので、これからもね、小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。